吉田さんお疲れ様です。ちょっとひょんなことからね、バイクに興味を持ちまして、まあ免許がなくても乗れるようなね、あのー、原付バイク、50cc のスクーターとか、まあいわゆるバイクらしい形のバイクが 50cc でもあるみたいなんで、ずっとね、YouTube とか見ていたんですよ。なかなか面白いなーっていうふうに思いますね。でそれからあ、ちょっと免許がいるんですけども、原付2輪、ね、原二っていうね、なんか 125cc 以下のバイクもあるらしいんですよ。 まあ、いささかパワーはないんだけども、でも、十分う、バイクを楽しめて、で、二段階右折もないし、30キロ制限もないっていうことなんで、まあ、バイクのね、入門者がだいたい選ぶ125。それから、メインで乗られてるのが 250cc らしいですね。まあ、いわゆる中面ってやつが必要なんですけども、だい体 400cc なのかなと思ったら、400は日本独自の規格らしくって、あんまりね、あの、そんなに台数がないらしいんですよ。だからだいたい バイク乗りってのは250に落ち着くみたいですね。それから大型の7半とか、えー、リッター 1100cc 以上ですかそういったものになったりするんですけども、もうそこはもう本当に氷山の一角で、いわゆる車で言うとね、あのー、高級車とか旧車に乗るような、あのー、まあ、富裕層グループなのかなと思います。大体だからバイクのファンっていうのは250が多いみたいですね。 それがなんとなく分かってきたかなっていうのと、それから 250cc ってのは出数が多いんで、バイクも安くなりがちだということなんで、うん、なんか取り組みやすいらしいですね、うん。それからバイクの魅力っていうとカスタムって言って、あのパーツを変えて自分なりの,の形にしていく。うん、そうやってあのエネルギーの,あの、エンジンの出力変えてみたりとかね、うん、なんかマフラー変えてみたりとか、シートを変えてみたりとか、なんかそういう自分のオリジナルバイクに育って,ていくっていう楽しみもあるみたいですね。 あとはやっぱりこう車庫の問題もあると思いますけどもさすがにもううちの車庫もいっぱいなんでどうしようもないですけどね。うんでバイクをいろいろと見ていく中でいろんな方とコミュニケーションを取りながらねあの大体ね私のね10代の頃のバイクブームと言われてるのかどうか分かりませんけども、まあ、いわゆる暴走族全盛期っていう時代がうん,なんか数百億円の規模でマーケットっていうのがあったみたいですね。 で、今はその10分の分以下らしいんですよ。そう考えていくとバイクってのも10人に9人はまあもう降りてしまったのかなとも言えますしまあねあの少子高齢化じゃないですけども若者のなんか車離れお酒離れ恋愛離れバイク離れみたいなそもそも若者の数がいないわけですからそうなるのはしょうがないかなと思います。まあ、その中でもね、ね、少ななない若者があー当時かかったようなエンンターテイメントとか、ねあの 危険に対する意識とか、うん、それからあの群群れれて走走るるのがが暴走族ななんでですすけども群れるほどもほう仲間が今いないですからね、うん、やっぱりこう1学年10クラスとかあるとそこそこグレたやつが集まって10人規模のチームを作るってことはあったと思いますけども今はね1クラスとか2クラスが1学年ですから、まあ、その中で、ね、ち,ょっとちょっとグレたやつがいてもグレ仲間ができにくいってところがありますよねやっぱね。 でそうなってくるとあ先輩後輩の関係もできにくいしね私の近所の中学なんて私通っていた中学ですけどももうね部活をやってないんですよいつ行ってもグラウンドも雑草を生いきっていて本当になんかこうたまに試合がある時ぐらいの前後にちょっと練習するみたいなね、うん、まあ吉谷さんが行かれていた高校とかはね今でも盛んなのかもしれませんけども、うん、特にねあの スポーツ有名校、それから進学有名校でもない、私の通ってた中学ってのは、まあなんか時代の波と同じように、まあ人が集まり、そして去っていくのかなというところでございますね。はい、今回はそんな形でね、寂しい時代の変化をなぞってみました。